はい、高須庵工房の高須庵です。そしてゲストの K さんです。ですね、僕ずっとねやりたいことがあったんです。見えちゃってるやりたいことがあってですね、それに付き合っていただきます。はい、K さんも、はい、何をやりたいかというとこれなんですよ。あの高須の飲み比べじゃないですよ、これ。何ですか？飲みる、飲みまくらべ、は飲みるく鍋ということでですね、あの牛乳をですね、僕こだわりがありまして、牛乳の飲み比べ、すなわち飲みる比べですよ。あ、ミルクを飲み比べしたいんで、ミルクをかけて、ミルクを飲み比べしたいんで、はい、で今日はちょっと3つ3種類しかないんですが、まあ、もう2種類ぐらい本当は買いたかったんですが、ちょっといろいろ都合があって今回は3種類なんですが、どういうこだわりがあるかというとですね、あのですね、牛乳には2種類あるんですよ。あのこれフリップ、普通の牛乳とこれです。聞いたことありますか？パスチャライズド牛乳っていうのは、何すんで、普通の牛乳とパスチャライズド牛乳、またの名を低温殺菌牛乳というんですが、2種類あるんですよ。普通のもうその辺に売ってるあの牛乳は全部、普通の牛乳は120度で2秒とか殺菌、もしくはまあでも大体120度130度で2秒とかなんですよね。それに対してこのパスチャライズド牛乳、まあこれが普通の牛乳です。よくある普通の、これ高いのも安いのも関係なく、どこを見るかというと、こちらを見ますね。ここ130秒で2度って書いて、130度で2秒って書いてますね。で、あのだから美味しい牛乳とか、なんか生乳 100% とか成分無調整とか書いてても、横のこの表示を見て、あの120度で2秒って書いてたら、それはもう僕からすると普通の牛乳ですね。でこのパスチャライズド牛乳、これはなんかノンホモジナイズドって書いてあるけど、これ製法のパスチャライズっていうのは、あのパスツール研究所ってあるじゃないですか、聞いたことあるでしょ。なんかあのなんかパスツールさんが設立した研究所で、パスツールさんが編み出した製法やからパスチャライズドっていうらしいんですけど、あ、まあ要はこれはここ見たら、65度で30分殺菌、こっちも65度で30分ですね。でこれもう1種類あって、80度で15分っていうバージョンもあります。でもそれも一応低温殺菌になるんですよ。要は沸騰しないんですよね。で30分とかかかる、時間かかるわけですよ。でそれによって何が違うかというと、こっちは善玉菌も死にます。悪玉菌を殺して飲み物に変えたいんですが、善玉菌も死にます。でこっちはあの悪玉菌だけ殺して善玉菌を残したいわけですよ。でということで、これが牛乳なんです。これはカルシウム水です。そんなこと考えて、あの体にいい菌が全部死んでるんで、だからカルシウムと菌の死骸ですね、これは。でこれが牛乳ですね。だから僕はもうあのパスチャライズ牛乳、そこ成分のところに見たら分かる、いろいろ買うようにしてるんですが、さらにこのパスチャライズド牛乳の中にもいろんな種類があって、っていうかいろんなとこが出してて、飲み比べてるんですよ普段から僕。まあ基本美味しいんですけど、こっちの方が。その中でもいろいろあって、で僕ねこれに関してはねまだ飲んだことないんですよ。たまたまちょっと昨日、普段行かないすごく大きな成城石にたまたま行ったんですよ昨日。そしたらあの何だろう、普通の店で売ってない種類というか、今まで飲んだことないのがいっぱいあって、だから買ってみたんですよ、ね。普段ね他の種類でよく飲んでるのが名前出てこないけど2種類ぐらいあるんですけど、
そのパスチャライズ牛乳。そうそう、それも美味しいですね。ということでですね、それを飲み比べるんですが、はい、まずもう二人で、あのこれコップも用意したんで、これにですね、もう二人分用意しますね。で、まあ最初も分かってて飲みます。これを3種類、うん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 、分かってての飲んで、うん、その後それにこれにこう言うたかぶせるわけですよ。こう、うん、で見えなくするわけですよ、うんうんうん。で改めて飲んで当てるっていう。利き牛乳。そうそう。でこれをここに、これが普通の牛乳ですね。ここに A、あこれ消えちゃう。なんかいい方法ないかな。あテープありますよ。この動画長くなりそうやな。A、B、C ですね。で、こっちにも A、B、C って書いていってもらっていいですか。はい、高須さん、こうも高須さんですが、ちょっとね、残念なことに、あの、途中でなんか動画が、久しぶりのトラブルですね。動画が途中で切れちゃってて、肝心のこの牛乳飲みる比べしてたシーン全部撮れてなかったです。めちゃ残念。めちゃ残念。でも僕めげないです。やり直します。あのね、この3種類あってですね、この A が北海道牛乳は普通の牛乳ですね。130度で2秒間殺菌で、このナスの美味しい牛乳、低温保持殺菌ですね。ノンホモジナイズって書いてますね。これは、これは65度で30分間の殺菌ですね。で、次、キスキパスチャライズ牛乳。こちらは島根県の雲南市らしいんですが、こちらも65度で30分間。まあなんか細かな微調整によって、このパスチャライズド製法なのか、このノンホモジナイズド製法なのかっていうのが多分あると思うんですが、まあ、どちらも、この二つは低温殺菌牛乳。何が違うかというと、それもちょっと多分切れちゃってるっぽいですけど、普通の牛乳は、要は沸騰しちゃってるんで、悪玉菌を殺すために殺菌するんですが、善玉菌も死んじゃってるわけですよね。でこちらは善玉菌を生かしたまま悪い菌だけ殺菌するような手法としてされてるらしいんですよね。でこれが真の牛乳であると。だから僕は牛乳はこっちをできるだけ探して買うようにするし、値段もねそんな変わんないですよ。ちょっと高いぐらいで、最近牛乳めっちゃ高いですから、なんか高くなりましたよね。これもね、まあ物にもよるけど、こんな一緒のようなもんです。ちょっと高いぐらいですよ。だから絶対こっちの方がいいわけです。美味しいし。で、それをですね、この A、B、C に分けて、この A、B、C コップに書いて、もう先に飲んじゃいますね、これ。先もう飲んだんですが。さっき飲んだけど。で、後でこれを隠して飲んで、どれがどれかを当てると。利き牛乳、うん。このコップにこれをかぶせてですね、どれがどれか分からんくして飲むと。まあ、ちょっと。でも味が全然違う。じゃあもう一回、じゃあ A から飲んでいきましょう。はい。A は普通の牛乳です。はい。飲みましょう。うん。まあ、普通に美味しいんですけどね。うん、僕普通に牛乳好きなんで、うん、普通の牛乳も美味しいです。よく飲んでる味っていうか。うん、ちょっと。次 B。はい、B。ナスの美味しい牛乳。うん、やっぱ順番に飲むと全然違う、うん、なんかまろやか丸い感じだし、うん、でミルク感強いですね。でミルクっぽいよね、うん、でも臭みはないですね、ほとんど。いい匂いですよね、うん、ミルクの。はい、次 C、キスキパスチャライズ牛乳。うん、あ、うん、
やっぱこれはこれで美味しいな、うん、ちょっと塩気が、うんうん、あそうですね、塩、うんうん、塩っぽい感じ感じる、ね、あの最初ちょっと口当たりの中に塩気を感じますね、うんうん、これはこれで美味しいです。でこのナスの美味しい牛乳よりなんかこうミルクミルク感っていうのはこっちナスの方が強いんですが、こっちは最初に塩気があって後からその奥にそのちょっとミルク感が感じる感じですね、うんうんうん、飲みやすい、うん、これもなんか牛乳だなって感じがする。そうですね、全然違います、ね、全然違います。でこれを隠してもう一回飲みたいんですが、ただこのマジックがですね中に映ってるから見えるんですが、見えるな、見える、でも分かるやろ、見えるっていう。でもこれをさ隠してさ、で僕があのなんか差し出すんで見ないようにして飲んでくださいよ、はい、どれかバレないようにしますので、バレないようにして当たるといいな。じゃあちょっと皆さんには見せますね、これいきますね、これいきますね、はい、じゃあちょっとここ向きで、これ見えないでしょ、なんかこれは、うん、ナスの牛乳です。正解正解正解、うん、で僕もじゃあどれかやってもらおう、やってもらおうかな、ちょっと待ってください、ちょっとぐちゃぐちゃにならないようにそれちょっとそっちに、そっちに、はい、ナスほんまにどれか分からんようにしてくださいね、はい、僕見ないようにしますんで、でこう前にこうカポってこうやってみせてください。あ、あ決まりました、はい、はい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 、あ、いけるいける、見ないようにして、え、いきますよ、いいよ、どうぞ、うん、わかるわかる、普通の牛乳やこれ、違う、嘘、これ入れたんや、え ほんまや、え、マジで残念や、あえ、うわ、恥ずかしい、僕、こだわってるとか言って、え、これ飲んでみる、そうやね、いや、A あるでしょ、 A のコップ、 A のコップ、え、ちょっと待って、じゃあもう一回なんかどれかわからんようにしてやってください。あー、そん、わー、ちょっと待って、ひどい、そうねはい、あー、これは C、え、あかん、もう僕ダメや、牛乳ソフトクリーム研究してるとかもう言われへん、え、マジで、うん、え、だって美味しいよこれも美味しいよ、え、C、これが C、 これ C、 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 これちょっと待ってください、ちょっと口をちょっとえ、これボツかな、僕これ出したくないな確かに、はい、じゃあこれ C、 C これ、あ、大丈夫、そう、ちょっと待って、ちょっと待って、うんうんうん、C がこれですよね、ちょっと待って、もういいよ、これもういいよこれが A でこれが C ですよ、はい、もう分からへん、分からんくなってもた、あ、全部美味しい、うん、 B、 あー、なん、温度かな、え、すごく落ち込みます、
なるほど。僕はこのブランドしか見てないってことですね。この数字しか見てないってことですね。あ見れてなかったってことですかね。でも最初の味の感想とかはほんまにそうですよね、うん、塩その後がダメですよ、ね、塩っぽいし一番なんかミルク感もあるし、これはなんかなんていうかな、牛乳の普通の牛乳よね、匂いよね、普通のよく知ってる牛乳の匂いと味です。マジで、じゃあもう一回やってみます、ちょっと。もう一回いいよ、うん、何を、いやそれは僕が決める、クイズクイズ、いやちょっともうちょっと見ないようにしてください。ちょっと待ってくださいね、はい、はいどうぞ、はい、あちょっと待ってもう一回ちょっと皆さんに見せますね、これいきますね、はいはいはい、これは、うん、島根の、うん、シーちゃう？じゃあもう分からんくなっちゃった。さっきじゃ飲みすぎると分からんくなるんかな。じゃあ僕じゃあもう最後に本気でやりますわ僕。マグレだったんだ。僕最後当てたいから、うん、もう最初からちょっと入れといて、全部適当に入れといて、これが B なんで。難しい、これ C ですよね、うん、でちょっと本気で当てるんで僕、うん、ちょっとあの外の空気吸ってきますね、うん、じゃあもうこれ3つ、僕見ないんで、そこもう3つ、あーなるほどね、次に飲んでもう3つ当てたらいいよね。ショックやなこれ。でも僕絶対これ使いますけどね。絶対アップロードしますけどね。当たるといいね。今度は。本気で本気で本気で。頑張れ。はい。渡してください。はい。見ないようにします、ね。見ないように、はい。てか全部飲んでからでいいですか？いいよ。これが1、2、3って置きますね。はい、はい、じゃあ次。これずるいかな、全部飲んでから決めるっていうのは。いいよ別に。当たればいい。うん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 。分かった。うんうん、多分。はい。うん。多分大丈夫。はい。じゃあ一番目から。っていうか ABC やと思います。そんなこと言っていいの？うん、多分。じゃあ。え、どう C。でこれ B？ じゃあ。うわ。A。うわ。じゃあ。全部間違ってる。もう僕明日から調子こかないように生きていきます。僕の感性もうダメですね。でも味が違うっていうのは。てかここ最近一番落ち込んだかもこれ。本当？うん。でも味違うっていうのはわかる。いやわかるんやけど、うん、今僕めっちゃ自信ありました。あ、そう、うん、だってもうこれ絶対 A やと思ったもん、これ。あ、そうなのよ、うん、だって A の味したもん。
私温度じゃないかな。温度は確かにちょっと関係するけど、一番最初にこう冷えてこっちに持ってきた時、でもさ、ぬるみたいな感じがもうない、こう常温になっちゃったら、なんかみんな同じみたいな感じの味。え、逆にぬるくなった方が味って濃く感じますよね。あ、あるか。だから牛乳って基本ぬるい方が美味しいというか味濃く感じますけど、美味しいってことないけど、確かに常温な感じの牛乳が牛乳の味かもしれない。っていうか何でもそうやけど、冷たいと味消えていくから舌が麻痺して、なんかあんまりリアクションうまくできてないけど、僕思ってるよりへこんでますね、気持ち的に。そうなんや、かわいそう。なんか僕が普段なんかこの動画とかでもやってるように、自信満々で人を全否定してるようなことが今後できなくなるかもしれないです。そうなんや、はい、いいじゃん、またリベンジしたら。これもうリベンジする気もうせるぐらいの間違いっぷりでしたよね。わあ、じゃあ今度っていうかもう今からやってもいいけど、400円のワインと12000円のワインの見比べとかできますよ。あるから両方やらんけど、うん、やらんけど。そうなんや。なんかビールでもいいですよね。朝日とキリンを飲み比べるとかでもいいけど、もうなんか心がもう次々とぺしゃんこになっていきそうだけど。他には何かこれとこれの味はこういうふうに違うとか、うん、分かるって言ったら、分かってる気持ちにはなってるものはあるけどもう今ので何も言われへん、言われへんくなった。えちょっと自信あったんですけど今の。あ、違う味したもんね、うん、全然違う味やった最初、うん、した。え、今もしたけど間違ってた。ああ。じゃあ僕は あれかな、逆に言うとこの普通の牛乳のことバカにしすぎてたけど、これからしちゃダメなのかな。ああ。でも飲むんだったら善玉菌が死んでないやつの方が体にはいいね。うん。そうですね。全然そんなこと知らなかった私。うん、だからなんか調子こいてパスチャライズド牛乳でできてるソフトクリームの方がうまいとかほざいてたんですけど。ああ、そうなんや。あ、じゃあ今は割とそうやって、いや、っていうか僕が知ってる中で唯一ってことないけど、その何々牛乳っていう牛乳屋さんが作ってるソフトクリーム屋さんっていうのがあって、あ、その何々牛乳さんは あの低温殺菌牛乳出してるんですよ。あ、っていうかでもあのソフトクリーム自体の生乳というか種は、うん、パスチャライズ牛乳で作ってるところの方が多いんかな。あ、そうでもないな、両方あるっぽいな、うんうん、普通の牛乳屋で買ってきて作ってるわけじゃないからね、もっと新鮮なやつで作ってるから多分。まあでもどっちにしろ殺菌方法なんで新鮮さとは関係ないか、うん、でもまあ利き牛乳だからね、うん、これなんかそのソフトクリームに変化したやつとかじゃなくてね、まあ、でも利き牛乳としては大失敗ということで本当だよね、成功か失敗っつったら大失敗してるね、大失敗でしたね。そうやな、なんか落ち込んだな、うん、YouTube してる中で一番落ち込みましたね。申し訳ないです。なんか終わります。